前世は QB の話。前世は QB の話。昔、学生の頃かその後ぐらいにですね、友達と旅行行った数人とね、旅行行ったわけ、海行ったわけね。海泳ごうぜ、みたいな感じで。海行ったわけね。で、海行って、で、泳ぐのもいいんだけど、海パンとか持ってって水入ってるからね。飽きたら、この浜でね、遊ぼうぜ、みたいな感じで。浜でね、なんかボールみたいな投げて遊んだね、ボール。ボールと言いますのも、おもちゃのボールで、本物の、ボールじゃないんだけど、アメリカンフットボールの楕円形のボール、あれですね。あれの一回り小さいサイズのおもちゃのボール。つまり投げて遊んでくださいよっていうアメフトのね、ボールを買ってきたやつがいて、面白いから遊ぼうみたいな。で、楕円形のね、ラグビーボールみたいな、もっと小さいけど、あれはね、アメフトのボール初めて投げましたけど、まっすぐ飛ばないわけね。で、どうやってこう投げるかっていうとね、ボールの横っ腹をね、4本の指と親指でこう挟んで、親指は特に、この、尖ってる部分に当ててですね、で、振りかぶって、回転をかけつつ投げるみたいな。これ回転かけないとまっすぐ飛ばないんですね。で、回転かけるとジャイロ効果かしらないけど、こう軌道を描いて思ったところに飛ぶというね、まっすぐ飛ぶみたいな。そういったボールで、で、そういうふうに遊んでくださいみたいな、そういうことなんですね。で、友達は前やったことあるのか知らないけど、うまくて、こうやってやるんだぜみたいな感じで、こうやって投げるんだぜみたいな感じで、それ教えてくれて。握り方とかね、投げ方を教えてくれて、私もね、2、3回練習したらね、結構飛ぶようになって、で、10回もね、こう、キャッチボールみたいなやったら、もう完璧にこう、思ったところに行くみたいなね。なんかすごい上達早いぞ、みたいな感じで。で、友達もね、うまいうまいって言うわけですよ。で、私自身も、アメフトのボールなんか投げたことないんだけど、なんか上達早いな、みたいな感じで。で、投げるたんびにね、友達が、すげえうまいんだけどみたいな、やってたみたいな感じで、やってないみたいな、初めて投げるよみたいな感じで、投げるたびになんか綺麗に投げるなみたいな感じで褒めてくるわけね。で、気分良くしちゃって、こうちょっとこうステップバックしてこう投げるとかね。あの人の試合見たことあるから、こうちょっと風にしたりとかねして、それで一緒に行った友達はね、そんなに上達しないわけね。なんか投げてもグラングランしちゃったりとか、そもそも投げられないとかね、思ったところに。私だけなんか、うまいわけね。で、上達も早いと。もしかしたら前世がね、クォーターバックなのかな、みたいな感じで。そんな、ことも思いましたけど、まあ遊びだからね。そこまで真剣じゃないんで、チラッと思っただけですね。で、私はね、アメフトのね、ボール投げるのが、すぐ上達してうまいから、なんか、結構好きみたいなね、なっちゃって。なんかすぐ上達すると好きになりますよね。そんなに興味なかったスポーツでも、なんかすぐ上達するとなんか合ってるなみたいな感じね。そういうことですね。テニスもね、一緒のようなことがあって、私テニス下手なんですよ、下手。全然上達しないわけね。よく遊びとかでやりますけど、その本式に部活とかでテニスやってませんから。だから下手なんですよ。でも下手なりに何度か遊んでたら、比較的マシになってくというかね、一応ラリーができるようになってくみたいな感じになって、で、こう、テニスのバックハンドと、フォアハンドがありますよね。で、フォアハンドは、そうですね、まあ、調べてもらったらわかるんだけど、フォアハンドの方は全然下手なんですよ。なんか固定できなくて、なんかブルブルしちゃって。で、思ったところにボールが飛ばないみたいなね。で、バックハンドのはね、すごく固定が効いて、もう絶対に返せるし、思ったところにボールが行くし、自分も好きだし。ではね、それに対してフォアハンドはいつまでたっても上手くならないというか、まあコツがあると思うんだよね。コツがあると思うんだけど、そのコツがつかめずにね、フォアハンドはね、もう恐る恐るなんですよ。ポコーンってやって、変なとこ行っちゃったりするから。弱く打つし、恐る恐る。でも、バックハンドはね、自信があるから、
バチッと打ってちゃんと帰るみたいなね。だからね、バックハンドすごい上手いんですよね、フォアハンドに比べると。前世バックハンドだったのかなみたいなね。私の前世バックハンドだったのかな。こんな急に最初からうまくできるし、やればやるほどうまくなるし、バックハンド好きみたいになっちゃったね。はい。まあそんなね、お話です。